遠藤貴一8月8日昭和19年5月3日は日本の海軍軍人。最終階級は海軍大将。海軍少将,将、遠藤北郎の長男として東京に生まれる。学習院を経て1911年に海軍兵学校を卒業し、1912年海軍将尉に任官。1917年から翌年にかけて、 海軍大学高地主学生、続いて海軍法術学校高等科に学び優等で卒業。巡洋艦、常磐分隊長、戦艦、朝日分隊長、戦艦、長戸副法長などを経て、1923年海軍大学高校衆第21期を卒業した。その後、クレ海兵団分隊長、クレチンジュフ参謀、海軍大学校教官。 軽巡洋艦、ながら副長、ドイツ駐在部官、キヌガン長、自重部官などを経て、1937年に海軍省省に昇進。さらに、ドイツ勤務を経て、横須賀鎮守府参謀長、総力戦研究所長等を歴任する。太平洋戦争中は、第一図開士艦隊司令長官を経て、第九艦隊司令長官に就任。しかし、太平洋の聖会権が、 米軍に奪われた1944年5月、第9艦隊司令部はニューギニアのホーランディアで玉砕。戦死後、海軍大将に昇進した。妻、イクコは陸軍大将、内山小次郎の娘である、遠藤自重部官。ありがとうございます。